はいおはようございますメズまし朝礼の時間です、えー、今日はですね、えー、まあ結構そのゲームとかプログラミングの世界でもね大活躍している、えー、D N A のエディさんですね田中さんをお呼びしていますエディさんおはようございますあおはようございます,いますエディさんってあの、はい、なんでエディさんなんでしたっけ も、えっともと大学時代にフリーペーパーの編集をやっていましてサークルの中で、えっと、フリーペーパー作るぞってなった時に編集ができる人間、まあ、いわゆるあのデスクトップパブリッシングって言われるパソコン上でデザインできる人間がなぜかいその1年生に自分しかいなかったので、はい、じゃあ,あの僕が編集やりますって言ってたらあのエディターっていうあだ名からどんどん縮まってエディーになったっていう感じです。 そうなんだあのパソコンの世界あるいはプログラミングの世界、えー、チップの世界そういう世界とはあのいつごろからあの触れ合ってたんですか例えばあの堀エモ門だともうほんとに中学の時に天才プログラマーと言われたとかですね落合陽一君だともう8歳からあのプログラマー組んでたみたいなねあのそういうまあそういう世界でやってる人って結構早いんだけどエリさんはどんな感じなんですか そうですねあの本当に僕は最初プログラミングというよりかはあのゲームを遊ぶ側として、はい、小学校5年生ぐらいにあのパソコンゲームに出会ってで一番最初に遊んだゲームがあのザ・コンビニっていうコンビニを経営するゲームだったんですよね。はい、でそれをやっぱり見た時にあ パソコンゲームってこんなに面白いテーマ、要はあのモンスターを倒すとかではなくて、現実世界をシミュレーションするようなゲームがあるんだっていうことにハマってしまって、うんうん、多分ちょっと早い方だったと思うんですけど、小学校5年生ぐらいからずっとパソコンゲームを、特に経営シミュレーションだったりとか、えー、ゲームをやるようになってましたあのそれはやっぱパソコンでっていう感じになるんですかね。そうででですね本当にパソコンで、うん、だから周りで えと父の友人とかでパソコンを使い始めてる人のうちに遊びに行った時にそれに出会ってしまって<あ>もう,そうなんだ親にねだってパソコンを買ってもらうというところからスタートしてましたね。なるほど。でそれでこうゲーム好きが高じてあの例えば高校時代だとどんなゲームやってた感じですかそうですねあの高校時代だと本当に えとシムシティだったりとかいわゆるシムシリーズって言われるような作品を、まあ、もうだいぶ古い作品も混ざってたんですけど、まあ、小中高とずっと遊んでいたりとかとシムシティってあの当時イマジニアって会社から出てましたかねはい日本からだとイマジニアから出てましたそうなんですよねで実はそのイマジニアって会社僕は非常勤取締役やってたことがあって社長とししいもんだから <laughs> あのその時期だったかもしれないそうですか いや本当にすごくスーパーファミコンとかでシムシティ2000とかが出てた頃はやっぱりイマジニアという会社が世の中に与えた影響ものすごい大きかったんじゃないかなとあ上倉社長ですねあの、はい、そう言ってもらったらきっと喜ぶんじゃないかと思います、はい、でそして、あのーまあ、DNA に入社することになるんですが一応その、えー、いくつかこう選択肢があったんですかそれとはもうこれ、えー、なんだっけ怪盗ロワイヤルとか、はい、もうすでにやってたわけですよね DNA は。そうですね あのー、ちょうどいわゆる就職活動って言われてた頃が2010年頃なんですがその時にすごく流行ってたのが、えー、外資系コンサルティングとかの会社とかウェブのインターネットの会社かっていうのがすごい流行っていて一方で自分はずっと法学部で弁護士になりたいと思ってたんですよ。ありゃその頃って実はあのロースクールいわゆる司法あの 法科大学院っていう制度が生まれたタイミングだったので、えっと、いきなり旧司法試験を受けて弁護士になるっていうルートがなくなっちゃった時期なんですよね。まあ、ぎりぎり併存してたんですけど、ってなった時に、えっと、自分がもう一度大学院に行って法律をしっかり勉強して、司法修集して弁護士になるみたいな4年間とか5年間を想像した時に、うん、早く社会に出たいってい気持ちがものすごい出てしまったっ。なるほどはやっぱり これから日本の法律を専門とする弁護士っていうのがものすごい需要が上がっていくかというとなかなか大変な競争が激しくなっていくだろうっていうふうに予想していたので、うん、全くその通りになってますよね。 そうですね、もうゲームがそうなっただけじゃ食えないという時代になっちゃいましたね。はいはい、でまあもともとゲームが大好きだったので、まあ、エンターテインメント系の弁護士になるぞみたいな考えもあったんですけどはいはいはい、はい、そうすると TMI 総合法律事務所って感じだないやまさにあの友人も多いんですけど弁護士やってるただだったら自分が作る側に回れるチャンスが新設というタイミングであるならばということで、うん、まあいろんな会社を見ていった時に たまたま DNA で怪盗、えー、ロイヤルゲーム事業やってる方と会った時にもうなんでこんなに賢い人たちがゲーム作ってんだろうみたいなおーエディさんがそう思ったはいなんか自分の中ではゲームってもっとクリエイティビティだったりとかまあもしくはあの自分の中でもすごい思ってたのが本当それが大好きでしょうがないみたいなものがすごい重要だと思ってたんですけど、うん、まあ一方で全くそういうゲームのバックグラウンドがない人たちが いやソーシャルゲームっていう新しい領域があるんだよって言って熱く語ってるのを見てあもしかするとここだったらあのー、ずっとゲームの仕事に就きたいと思ってたわけじゃない自分でもゲームというものに近づいていけるもしくはそれを、えー、最前線立てるんじゃないかって思ったのが、えー、DNA という会社を選んだきっかけでしたね。はあ,あの エリさんの,、まあ、その越し方から来ますとパソコンゲームにかなりその一時期ハマってね、はい、あの普通で言うとなんかちょっとそのオタクっていう領域の人のように見えるけれども、うん、あの一方で文,文系なんだけど経営ゲームが好きだとかシミュレーション どちらかとというとロールプレイングゲームでファイナルファンタジーに埋め込む私みたいな感じじゃなくそういうそのちょっと俯瞰してそのシステム全体こう全体をどう変化させるかを見るみたいなその非常に冷静な傾斜的なあの視点とですねこれその時点 DNA に入社した時点ではどっちが強かったんですかね そうです、ね、ちょっとやっぱビジネスっぽいのが強いそれともこうこう作り込むっていうそのオタクっぽいところを強く出してって<も>ど,どっちがあれですか、うん、そうですねやっぱり入社した時点だとビジネス的なところの方が強かったんじゃないかなと思いますね。あ 多分小中高がものすごい、まあ、小中あたりがものすごいオタクみたいな生活をしていて本当にゲーム大好きで、まあ、俯瞰的なゲームも好きでしたけど、まあ、漫画とかアニメもた,たくさん見ていてそれが多分大学に出たあたりから、まあ、世の中に触れるようになって、まあ、あの仲良く人と飲みに行くっていうのが楽しくなったりとかもうちょっと高い幅広く遊ぶみたいなことを知ったのがやっぱ多分大学生だったかなっていう気がしていて。 あ,そうなんだあのね世の親はねみんな悩むのは今もうその例外なく子どもたちが、うん、え小学校とにかくもう夢中になってましたゲームでね。はい、でこれねあのどこまでやらせていいのかっていうのは、うん、ものすごくこうまあ、迷うしそれ正解ないと思うんですけども、うん、エリさんの場合だともう徹底的こう突っ込んだ先にふっとこうなんか。 あのそこから抜け出す、まあ、た,ただ単にこう自分が夢中になるゲーマーとしてうん、うん、えそれがそう、まあ、ゲームメーカーにどこでその意識がチェンジするのかっていうようなことを僕はすごく関心があるんだけど大学であのいろんな人と触れ合うとそのスッとこう抜けるもんですかねそれまでもこれしか考えなかった人が。ね、やっぱりその 小中高、まあ、あるいは小中でゲームにはまる理由って現実世界よりもゲーム世界の方が絶対に豊かだからだと思うんですよね。人生経験もそんなにない中だと、まあ、こんな豊かな世界があるんだっていうふうに多分はまってしまうと思うんですけど、うん、実は現実世界の方がもっとオープンワールドで、うん、<laughs> もっとハイレベルなゲームが存在してるっていうことに気づくと現実の方でまあ変な話ですけどレベル上げしたくなるとか。 現実の方でアイテム収集したくなるっていうのをつなげてあげることがゲームとのうまい付き合い方なんじゃないかなと思ったりします。あのそ,そこははエリーさん個人の場合には大学で何かかかきっかけがありましたかね、まあ、ゲーマーでただ喜ぶただうしくてゲームやる、うん、あるいはネットゲームにはまる人からふっとその,その抜けるそのなんかきっかけってあった感じ そうですね、あの結構分かりやすかったのは、物理的な距離から、物理的な地域から解放されたことは大きかったかなと思っていて、なるほどやっぱり小中高って、通う先っていうのはもう固定的で。うんはい あのまあ、ほぼ全ての時間って大学と家の行きあすみません学校と家の行き来だったりっていうところに収束しちゃうと思うんですよね。うんうん、でも大学生になると、まあ、どこ行ってもいいし、まあ、あの例えば一元の授業出た後ってずっと暇だったりすると思うのでそういう一日を過ごすようになった時に、はい、世の中ってやっぱめちゃくちゃ広いし、まあ、世の中でいろんな会社がいろんなことしてるなっていうのをやっぱり大学生の時に先輩たちから学んだりすると実はもっとこっちの現実世界でレベル上げした方が面白いんじゃないか。 みたいなことをゲーマーほど気づくんじゃないかなっていう気がするんですよね。ゲーマーほど気づく。なるほどね。はい。それすっごい面白いわ。あの中途半端にゲームが好きって状況っていうのは、極論ゲームじゃないものでもいいって人が多いと思うんですよね。うんうん。多分漫画があったら漫画にハマってたり、アニメがあったりアニメにハマるっていう瞬間って必ずになると思っていて。 ただやっぱ何かに突き抜けた時に、うん、あの突き抜けたなりにある世界ってやっぱり現実世界に接続してるような気がするんですよね。なるほど、はい、漫画が大好きだったら漫画家だったりとか出版社の人と付き合いあの出会いたくなるっていうのはすごく自然な流れだと思うのでどこかで一回突き抜けて現実との接続点を教えてあげるっていうのがあの抜け出る一つのポイントなのかなっていう気はなるほど今エリーさんが語ったことはもうほとんど世の親のですね になります、ね <laughs> <laughs> はい、で、えー、エリさんはいろいろ本当面白いブログを長年だけの学校で上げてくれてるんですけども、まあ、令和生まれは、えー、どう遊びどう学ぶのかっていうですね、うんえー、これおそらくエリさんが今あの DNA の社員としてやってることをプラスあの大学講師うん、うん、としてやってらっしゃることの,あのテーマでもあるんじゃないかと思うんだけど、うん、エリさん個人は1 9 8 9年生まれ、はい、うちの長男と一緒なんですけど。 パソコン、インターネット、はい、携帯というのがこうもう本当に共にある。で、SNS、ゲーム、そこから e スポーツ、e スポーツ、うん、YouTuber というですねあのそう、実際にそういうことをやってる人もあの多いわけですよね。はい、で、これをあの世の中的には世界的にはジェネレーション y とか言っていて、うん、でその後の世代、ジェネレーション z 今もあの3歳である、令和あの3年にですね、3歳である子たちは、 あの20年後にどういう大人になるのかっていうのも本当にこれも世の親の,あの興味関心だと思うんだけどえ遊びと学びがおそらく密接深部になるっていうこともあの言っていますしそれとあのさささっとそれをあの読んだものを言っちゃうと自分を上場させて学費を稼ぐやつが出てくるんじゃないかえ月や火星にアバター留学してそして地球環境を学ぶ。 ととというようなやつ立ってて出るるはははずずだとそれは研究論文しすもバーチャルフレンドバーチャル教師バーチャルペット、まあ、メタバースの中であのそういう世界の中で第2の人生もう一つの人生を生きるやつがいてそっちの人生の方が楽しくなっちゃったりそっちの人生の方が大きくなっちゃったり、まあ、100で言えば51%以上そっちいっちゃったりみたいなそういうのも出そうですよね、はい、そんなそ、ね、あの感じでいいんですかあのそれが 正しい正しくないかっていうのは多分その2031年ごろの価値観っていうのも変わってると思うので多分今一見えそれって幸せなんだろうかみたいなことも多分起きてしまうだろうなあの僕らの価値観からするとそれって幸せなんだろうかとか大丈夫なんだろうかっていうのがあると思うんですけど、はい、言われてみれば多分今から20年前の人に「まあ、あなたの子供たちは手元にあるコンピューターをほぼ2012、まあ、時間見てます」って言ったら多分それは幸せなのかって突っ込まれると。 ひ、ね、ょっとしますよね。はいはい、って考えるとおそらくそれぐらいのことは起きるんじゃないかなというふうには思います。で今いただいたやつの中でやっぱり大きいキーワードっていうのはきっともう今の子どもたちっていうのは自分たちが想像もできないような方法でお金を稼いだり友達を作っていくだろうっていうところがあると思うので。 そういう中でどうやって学びながら遊ぶ遊びながら学んでもらうのかっていうのを考えていく必要がこの自分たちの世代にはあるんじゃないかなと思ったりはしていますまあなんかその本当にエリさんと会話をしているとあるいはそのブログを読んでいると朝礼だけの学校の中でねあの未来っていうものがもうちょっとこう近いものとしてね、うん、あの見れる感じがありますね。そのの中であの なぜイーロン・マスクは火星に人を送ろうと思ったかですね、これ、はい、あの大抵の人はです、ね、何バカなことを考えてるのと、まあ、要するにお金儲けだから、あのはい、お金に明かして、えもうそれぐらいしかその使う道がないからね、何兆円と思ってるのでえ、それでやってるんじゃないのみたいに、普通の人は思うかもしれないんだけど、ちょっともうちょっと違う哲学性があの元にあるんですよねちょ、ちょっとそこは語っていただけますんで火星を目指すのかはい やっぱりイーロン・マスクってすごい気を頬変、まあ、いい悪いよく言われる人物なんですけどやっぱり彼が火星に行く理由ってすごい面白くて、あのー、今地球に、まあ、宇宙人が来ていないのはあのおそらく地球のレベルまで産業が行く前に生物は滅びてしまうからだという仮説をやっぱり彼は持っていてそうえると我々みたいな知性があって宇宙に出れる人間たちはその知性というものを世に広げていく責任があるんだということを かなり大真面目に言ってるんですね、まあ、でもそれはもう私たち自身の文明っていうものがどうなってしまうかわからないっていう中でその可能性を広げていくためっていう発想と、まあ、そもそも,もう宇宙っていう規模感で見た時にすごく貴重な種なのでそれを広げていった方がいいだろうっていう、まあ、本当に実は哲学的なところからスタートしてるっていうのが面白いんじゃないかなと思っています。 すすごいですねでそ,の、まあ、その流れに別に乗せてるわけではないと思いますけどもあのエリさん自身も。 あの非常にこう大きなところからものを見てあの先のプロジェクトとしてこれを発想した方が実は今今とのつながりがもっとよく見えるんだというようなことだと思うんですけども、うん、あの火星にもし街ができるとしたらそれどんな街なのか、まあ、シュミシティをの相当やり込んでですねその人類にとって最高にイケてる街を作るっていうそれがシュミシティのまあミッションだったと思うのでその延長で火星にもしねその理想の街を作るとしたらっていうことを。 あの現実にそのどうやってこう詰めていくかみたいなことに取り組んでるわけですよね。これはどうですかどんな意図であの今どこまであの進んでる感じですかこれに1万時間かけけるると言っってらっしゃるんですけど、はいあのー、まずやっぱり火星に街を作るっていうのが本当に人類にとっては多分今一番難しいことって言ってもいいのかなとは思っていて。うん まあやっぱり火星付きあのやっぱり宇宙空間で済むってこと自体が相当異常というか、まあ、正常ではないことをえやろうとしているとで、えっと、もちろんそれを科学的に例えばどうやって生命を維持するのかとか、まあ、重力にどう打ち勝つのかみたいな考え方もあると思うんですけど自分がその上でさらに興味を持っているのはそこは多分科学の延長線できっと実現していけるだろうと思ってるんですけど。 でもそこに住んで本当に幸せなのかとか、うん、あの精神的に幸せな気持ちになれるのかっていうのが住む人たちにとってものすごい重要なことだと思うんですよね。それを考えると実はそれをもう少し手前の地球に戻していくといわゆるスマートシティとか今スーパーシティっていうふうに、まあ、街をどんどん立て まあ豊かにしていく、まあ、例えばよくデジタル化していくだったりとかデータ基盤作るって発想があるんですけど全く同じでその町に住んで本当に幸せなんだろうかっていうのは実はテクノロジーとはちょっと違うところにあるんじゃないかなと思っています。で僕自身は建築の専門家だったりとかあのいわゆる人,人体の専門家ではないのでそのテクノロジーとかサイエンスで世の中をどうにかしていくっていうところは他の専門家と一緒にやっていける部分だと思っていてむしろそういった専門家がちょっと立ち止まった時に あれ今すごいかっこいいスマートシティの構想はできたけど本当に住人って楽しいのかなとか、うん、幸せなのかなっていう時に、まあ、DNA、まあ、自分がやってるような仕事ですねゲームで人を楽しませるとかウェブサービスでやめないでいてもらうみたいな工夫が必要だって言われる瞬間があるんじゃないかなと思ってそれの究極系が火星に人を送って済ませるなんじゃないかと思って今取り組んでいるという感じです。 面白いですよね。で、それをもうとにかく、それが何年かかるかは別として、一歩一歩、あの積み重ねていくと、その研究を。をそうすると、多分寄ってきますよね。いろいろ必要な要素がね。そうですね。なるほどね。あの、あと二つだけね。ちょっと、あの、ここで、あの、えりさんは、そう、なんていうかな。ゲーマーからゲームメーカーへも、あの、一皮も二皮も向けていて。あの、考え方として、本当に、あの、面白いので、朝礼だけの学校で、大変勉強になるんですけども。あの、二つだけ、ちょっと。 を投げかけてみたいと思うんです、はい、あのオタクからプログラミングみたいな世界ってあの割と男の子に多いタイプじゃないかというふうにねあの世の親は思うと思うんだけどその女子女の子がこれからどれほどねそういう世界にこう出てくることになるかっていうようなことで、まあ、男の子女の子、まあ、向き不向きもあると思うんだけどあのどんなふうに考えますかね、まあ、女子のこの世界における IT 世界における可能性みたいなね そうですね、あのー、まずテクノロジーだったりとかサイエンスもしくはこのプログラミングっていう具体的な手法においてあの女性がこう歴史の中で活躍してきたことってたくさんあると思っていてあの実際、あのー、調べていただくとすごい出てくるんですけど例えば NASA とかで宇宙開発をする時に一番最初に本当にあのパンチカードみたいな。 あのコ,ンですね、コンピューターを動かしていたのって、女性たちがすごくそこに、えー、貢献していたっていうて、えー、そうなんだ、はい、あとはアメリカ軍の中にもあれだけ大きい組織なので、そのシステム関係を担当する士官みたいないわゆるその軍事の中でも偉い人たちっていうのがでいるんですけど、すごく有名なあのかなり高齢の方なんですけど、やっぱりそれも女性だったりして。 決してそのプログラミングというものだったりっていうところになんか男女差がものすごいあるものではないといううに僕は思ってはいます。でもあの一方でやっぱり最近感じるのがあの小中学校とかでプログラミングの講義とかをやらせていただくとやっぱり女性女の子が、えっと、プログラミングをやってることを周りからなんかちょっとオタクっぽいとか,なんかそれって男の子がやることじゃないっていうのがやっぱり未だにあるんじゃないかなっていう印象をちょっと持っていて。 はあ、あ,のあれですよね、熊本の小学生のプログラミングをリモートでね、指導したりとか、そういうこともあの地方都市とはリモートであのやったりしてるんですねはいやっぱりすごい、はい、このコロナ禍もあって、リモートでやれるようになったので、いろんなところから依頼があるんですけど、はあ、それはいいな、でも、はい、女子がそういう、なんかえ、まあ、偏見というか。そうですねあの 多分僕が指導してる範囲で言うと、もうみんな全然あの違和感なくあのやっていて、やっぱりそこって興味関心に差は今のところないなって感じるんですけど、なぜかやっぱり中学生とか高校生あたりになると、やっぱりそのいわゆる例えば理系の女子を理系女って囲っちゃうみたいな、なんかそういう外側からの扱いっていうところに変化が出始めてしまうっていうのがもったいないのかなと思います。で男女関係なく大体日本人って今 中学生から高校生に上がったあたりで自分をクリエイターじゃないって思い始める率が急激に上がるっていうのがあああのベネッセさんのリサーチで出ていて、うん、想像力に対すする自信がなくなくっちゃうんですよね、うん、このあたりが多分やっぱり少しその男女差を作ってしまってる理由いわゆる男のプログラミングって男のものだよみたいに感じさせてしまってる一個の社会的な背景があるのかなっていうふうに感じたりはします、ね。なるほどね もう一つ聞きたいのは、あのおオタクっぽくこう育ってくると、まあ、なかなかその男女の関係にまで発展しないみたいなね、で世の親はあのそこも心配するんじゃないかと思うんですが、エリさんってあの、結婚してんのあはいあの、3年前ぐらいに結婚しました。ちょっとなんか、一説にはあのちょっとわりとこう異質な感じの世界でくっついたみたいに聞いてるんですが。 奥様はあの何をされてた人でしょうかも、えっともといわゆるあのモデルとかレースクイーンとかをしていたので<え>あ,のある意味僕の仕事とはすごいかけ離れた存在だったかなって気がしますちょっとその言い方悪いですがレースクイーンとオタクがあ出会ってくっついてしまいましたみたいな感じではいすごいびっくりされましたね もともと慣れ初めいわゆるきっかけみたいのっていうのはあの自分が本当に男友達ともうずっと鍋をしながらアニメを見るみたいなまた社会人になってそういう友達が増えていってもう毎、まあ、冬になると毎週のようにやっていたところにたまたま友達があのじゃあちょっと今回変わったメンバーを呼ぼうよっていうことで女友達を呼んできてくれてそのさらに友達が、まあ、今の奥さんだったりするんですけど。 最初は本当になんかあの全然異質だなと思ってたのであのそれ以上仲良くなると思ってなかったんですけど、まあ、たまたま一緒に見てたアニメとかの興味があっていてなるほどそこか。うんはい、で向こうの仕事とか知らなかったのでなんかそこを意識せずにすごい自然体で好きなアニメの話だったりとか映画の話だったりができたっていうのは、まあ、すごい良かったのかもなっていうふうに今だと思いますね。 逆に言うと、その好きなアニメとかそう,そういう話に突っ込んでいけない人はなかなかくっつきづらい世の中は、ねまあ。ただあの、すうん、逆にあの、うん、よく言う話で言うと全くお互いに趣味が違ったりとか、うん、興味関心が違いすぎると多分それってオタクであろうとなかろうと付き合うって難しいと思うんですよね。 っていう言葉もしくはそのアニメゲーム漫画が好きですっていう共通のキーワードがあるのでものすごい大きくて、うん、ここさえ一致してれば実は他のところ例えばさっきの話ですけど今までの仕事だったりとかまあ変な話外見とか様子とか雰囲気が違ったとしても付き合える可能性があるってことを考えると実はものすごい大きいポイントなんじゃないかなと。あるる種そのなとところに突っ込んでいけるあの話題とか興味関心が なないとなんかその、えー、もっと一般的だったり標準的だったり、はい、なんか普通高校の普通男子みたいなのはこれからくっつきにくいぜっていうこともい、はい、中途半端に例えば毎日なんとなく飲み行ってますっていう人よりかはいや毎日まっすぐに帰ってずっとアニメ見てますって人の方が今の女性からするとある種安心感を持つところもあるかもなって思ってたりしますね。 なるほどです。<laughs> 面白かったと思います。はい。えー、では最後にあのえりさんからちょっとお題をねあの朝礼だけの学校の皆さん出してですね。でそれをまたあの投稿してもらえればと思います。どんなお題でしょうか。そうですね。あのやっぱり今日お話があったみたいにこう未来とかちょっと先を予想するのがすごい好きなので、うん、えっと皆さんぜひ一緒に考えてほしいお題としては。 あの2022年えっと来年の流行語って何になってるだろうっていうのをぜひ皆さんに聞いてみたいなと思ってます。素晴らしいですね。これですね。2022年の流行語まあ対象取るまでいかなくてもはいも自分の中でこれが流行だと自分はこれを流行らせるぞみたいなねあのそんな主体的なことでもいいですよね。うん、はい、ね、これを予測せよっていうようなことになりますがエリーさんはあのどんなことを予測しますか。 そうですねあのー、やっぱり今年もすごいコロナいわゆるコロナウイルスっていうところに対してものすごいあったと思うんですけどなんかこれはちょっとあちょっとネガティブな発想で言うとなんかコロナの方が良かったみたいのって流行語になったりするかもしれないなと思ったりします。面白いコロナがあったことで レーースクイーンととくっついたとかですね <laughs> まあ僕はちょっとこんな前だったところもあるんですけど、はい、絶対今までなかった出会いとかがあったりとか、はい、非常に苦しい生活を我々は強いられたっていうのもあるんですけどやっぱり逆にこの緊急事態って人間を変えたりとかたくさんこう成長させるきっかけにもなったりとかまああったと思うんですけど一方でそのコロナが明け,明けた無事に明けたということもちょっと願いも込めてなんですけどそれでもやっぱり社会の中には何か。 コロナの頃の頃が良かったみたいな言葉があるんじゃないかなっていうのが一つの予想かなと思ってますちょっとやっぱコロナによって抑えられて視点が変わったことで全然それまで考えられなかったつながりができるっていう、まあ、この情報編集がのモードが変わる、えー、というようアルゴリズムが変わったみたいなことってあるかもしれませんよね。 そうですね、なるほど。もうエリスはやっぱこう、そのオタクオタクって今日は言いましたけども、それ出身だと思うんですけども、一川も二川も向けて、もう未来学のね、未来学の人になってる感じですよね。あの今日は本当にどうもありがとうございました。ありがとうございました、えー。最後はこれでいきますよ。はい、では行きましょう。君にならできる